保険金の不正請求問題に揺れる中古車販売大手ビッグモーターをめぐり、先月から大手コンサルタント会社が事業の再生計画に携わっていることが分かりました。ビッグモーターは保険金の不正請求などの影響で急速に客足が離れ、売上が大幅に落ち込んでいます。関係者によりますと、ビッグモーターの事業再生に関わっているのは、 大手コンサルティング会社デロイトトーマツグループのファイナンシャルアドバイザリーだということです。先行きが見えないビッグモーターに対して、経営立て直しに向けたアドバイスや再生計画の策定を行っていくとみられています。ビッグモーターは借入金90億円の借り換え要請を取引先の銀行団に拒否されていて、期限を迎える明日までに返済することになっています。